静岡県議会最大会派が不信任案提出、うん、川勝氏をめぐる騒動の裏側、はい、先週も少しお話しいただきましたが、静岡県の川勝平太知事なんですが、給与などを返すとしながらも、返上に必要な条例案を提出していない問題、うん、知事は昨日県議会の県議会の本会議で、不信の念を抱かせたと謝罪した上で、次の9月の定例会に条例案提出すると表明しましたが、この知事の発言を受けて、県議会最大会派である自民改革会議がきの 昨日の夜不信任決議案を提出いたしましたさあこの騒動は一体今後どんな風になっていくのか佐藤さんぜひ続報をお願いいたします、うん はい、うん、あのそもそもねきっかけはですね、うん、えー、一昨年の参議院選挙の決戦にあったわけなんですけれども、はいうん、あのカカスヘイター知事がですねを、うん、していた候補というのはあの政令指定都市の浜松市を地盤とするですね、はい、候補者だった、うん、でその浜松でのですね応援演説の中で飛び出した発言だったんですね、はい、で一方のですねえまあ、自民党が推薦していた候補っていうのは、はい、えー、まあ、御殿場市富士のそのですね、はいはい、えー、御殿場市のですね市長をやって いた方ででししてて、うんえー、それを揶揄すね、うん、あちらには御殿場には米しかありません、コシヒカリしかありません、はいえー、それなのに、うんえー、その静岡県というのは、例えば、えー、果物であるとか魚であるとか肉であるとか、うん、いろんなものがある、お茶もある、うん、ね、えー、そういった中でコシヒカリしか、えー、やってかなかった連中にできるかいかないみたいなねことを言って、大騒動になってしまったと、はいはい。久ししぶりに映像を見ましたけど 思いっきりでありましたもんね。<laughs> 久しぶりに僕もなんかオブラートに包んだ言い方でしょ。これ今の言い方って。<laughs> あのね、いやあのまあ選挙選挙の時ってね、確かに力が入るし、うん、勢をまってはあるんですけど、ようた、ん、だって感じですよね。あれはそれ反対の人いくらなんでもとは思いますがね、それはこれは勘やろって感じですよね。<laughs> はい、そうでした。ねうん、でまあそれを反省してですね、うんえー、とりあえず、えー、まあ冬のボーナスとね。 それは本人も言い過ぎたってことを認めましてね、そして12月、一昨年の12月の給与を返上しますと、とはいっても結構大きいですよ、440万円であるでところが、返上したものだとばかり思っていたら、昨年のですね知事のですね収支をですね見てみると、返上してないじゃんと、こういうふうにして分かった。 でということで今、多そうになってで、しかもですよ、うん、静岡県にとどまることなく、全国ニュースになってしまったと。そうでしたね やっぱりあの川勝さんっていうとです、ね、このリニアの反対ということで、建設が、えー、予定通り進んでいかないっていうのは、やっぱり静岡の影響も大きいということで、それも含めてです、ねうん、大きなニュースになってるわけなんですけれども、うんえー、私ね、でもこれは真面目な話ね、原理原則を言わせていただくと、うん、これは別に、例えば、えー、まあその議会のね、県議会議員であるとか、うん、政治家であるとか、そういったところに、じゃあ、俺ね、給与返上するよと軽い口約束したわけじゃなくて、うん うんえー、県民の皆様方に、えー、返上しますと、はいねえー、県民に返すと言って。 っいいう言言方をの記者会見でたつまりこれはある意味で県民との約束なんですよ。そうするとそれを返していない、いろんな言い訳してますよ。例えばこれを実現するためには条例を改正しなきゃならないんだけど、その条例を改正案を議会に出しても、知事、野党が、特に自民党がそれは認めないだろうとかね、そういうことが予想されたと、だったらお前、一回出せよって言いながら、そうですよね。そそのの言い訳はししてまたけど結局 県民との約束を違えた。保護にしたってこと？これ間違いないんだから、うん、ね。原理原則からするとやっぱり、えー、それを批判してきた、うんえー、県議会のね。議員はですね、うんえー、不信任決議案を出すべきなんですよ。うん、不信任案を出すべきなんです。これは筋です、はい、ね。はいうん 県民との約束を守ららなかかったわけですからね、うんうん、でところがですねグズ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 これもしてたんですよ、うんえー、自民党県議団の方も最大会派ですけどね、うんうん、でどうしてかというとですねこれが仮に可決してしまうとですね,、うんえーね これ法的な拘束力を持って、二つの選択肢がない。一つは知事が、知事自身の判断ですけど、知事が失職をする。あるいは知事の判断で議会を解散するということが必要になってくるんですね。これ大阪でもいろいろと言われてきましたけれども、要するに知事だからといって、あるいは大阪市長だからといって、何でもかんでも好きなことができるわけじゃない。議会というのは二元代表制なんだから、要するに ね、府民、市民のです、ね、代表というのは何も知事や、えー、市長だけではない、議会もそうなんだから、うん、要するに相互にこれはチェックしなきゃならない。そうですね,、はいね チェック機能もねきちんと機能させなきゃならないということを考えてみるとねそのことを静岡に当てはめてみるとやはりその知事の問題行動について議会がきちんとチェック機能を働かさなきゃならないそういった意味で言うとその不信任案を提出するというのは筋だと私は申し上げたんですよところが先ほど申し上げたようにそれが可決してしまうと失職かもしくは議会解散でもこれあの知事のことだから議会解散を選ぶことは間違いないだろうそうすると俺たち辞めちゃうね クビにななっちゃゃうじゃないかと、うん、次の選挙になった時当選できるかどうかわからないな<う>やっぱり選挙嫌だよねっていう感じになって<う>ずっとグズ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 しちゃって実は昨日がですね、はいえー、この7月議会の最終日だったんですよ。 でようやく深夜ぎりぎりになって12時まで、えー、こう議会の時間が延長されたんですが、うん、深夜ギリになって、うん、提出をして、うん、で結果、蓋を開けてみたら1票差で否決、3分の2以上集めなきゃならな,な,ないんですけども。うん で自民と公明は賛成に回ったんだけで無所属は反対に回りましたよね、あ,あ,あと野党系のというか、国民民主、ね、うん、立憲民主の富士の国県民クラブとてのがあるんですが、うんうん、これは反対に回って、うん、一票差で、ねえー、これがです、ね、否決され、失職も解散もなかったということで、うん、おそらく提出した方もほっと無効なで下ろしてでしょう、うん、ど, <laughs> ど。んんなな人そうう腰が引けまくりなんですよ、うん、もうあの

だからねそこがやっぱり一番大きな問題でね、うん、やっぱりその覚悟がないっていうのが、うん、やっぱりこの、えー、どうなんでしょうね地方自治というのを機能、うん、停滞させている最大の要因なんじゃないかなとそれこそまああの静岡の県民の皆さんがね今度議会に対してももっと言うと知事もどちらもそうなんですけどどう思ってらっしゃるかというと大きいと思うんですけれども、うん、えその川勝知事そして議会なんですけどさあそうなるとこのお話は どこに向かってて着地していくんですかですから一つはね、うん、これまで、ね、絶大な、ねえー、権力を行使してきた川勝知事の弱体化につながることはこれ間違いないでしょう一、うんはい、票差でね決と、えー、はいえですね。うん、でその一方でやっぱり県議会に対するです、ね、批判も私は集中してくるんじゃないかなと。ねですから、えー、今回の一件はですね本当にそういった意味で言うと「ノハの件」だった、まあ、だ結果的に誰も特選をしなかったんだけれどもは とはいってもです、ね、やはり440万っていう、ね、お金は、一般の県民や、えー、庶民にとってはです、ね、大きなお金ですよ。うん、だからそういったところをです、ね、うん、おやめに済ませようとしたというね、うん、要するに、えー、そのあたり、まあ、ごまかせると思ったのかもしどうか分かりませんけれどね、やはりその、えー、政治とその一般市民、庶民のです、ね、意識の乖離、うん、僕がね返上しますよって、440万ね返しますよって言っといて、うんえーね、誰も言わないからじーっとだますら、うん。<laughs> <laughs> この1年以上ドキドキハラハラして、ね、夜寝られないですよ。いや,いやだと思います。それを点として恥じてないわけですからね、うん、やっぱりそういった意味で言うとこの、これ別に乾かしだけじゃないと思いますよね、うんえー、そういったところで、やっぱりその意識が、ねうん、大きな差があるなあというところですね。うんうん、でも本当あの どううなんでしょうねほん、まあ、最後は選挙でということになるんですけどもその川勝さん自身の支持率みたいなところでいうと、まあ、もちろん賛成、反対含めてあるんでしょうけどもあのほら先週、須田さん入られた時にね、あのーええ、たまたまお話そんなお話あったって言ってたじゃないですか、うん、結構、県内はもうこのニュースでえらいことになっとるという話聞きましたけどど,どう思ってらっしゃるんでしょうね、あのー、静岡の皆さんはね。 ですから最近ね、もう知事の発言も迷走してるんですよ、うん、やっぱりこのリニア問題を巡ってもね、<ー>えー、でなおかつです、ね、今、静岡の置かれている状況、近隣自治体、これ、リニアの沿線自治体というのは、7自治体あるんですよ、うんね。で、うち静岡以外はみんな静岡に対してカンカンになって、起こっている、うん、で四面疎、うん、でそういったことが徐々に徐々に分かってきてです、ね、うん、もう知事、いい加減にね、えー、しなさいみたいなね、うん、そういう空気感ってのは、 出てきてきることはこれ間違いないなですよねああのそれこそね今 NHK の大河ドラマが「どうする家康」というお話で今日たまたま日刊スポーツ見てましたらね,あのね今静岡では「どうする家康静岡大河ドラマ館」というまあ一つほら静岡にとっては,はい、はい、町おこし、ね、県の PR にとって非常に大きな、うん、あのいいタイミングでもあるわけじゃないですか、はいうん、本んにこの「どうする」というクレジットが多分県内では今踊ってるんでしょうねいろんな意味でね。 どいやー、そういう意味で言うと、駿府町がありましたからね、そういう意味で言うと、要するに物任せが決められない川勝知事に対してですね、瞑想している知事に対して、どうするっていう声はもちろん上がってきた、ただそれをなかなかですね、改めることができない、その知事の瞑想ぶりを改めることができない、機能不全に陥っている議会であるとかね、あの県政界っていうところに対してもですね、結構強い批判が出てきてるなと。でもお話 菅田さんあったように議会としてもあのかといって本当にこれ通っちゃうとね解散になって自分たちがっていうと<っ>本当そこも県民の人は皆さん見てらおられるんじゃないですかそこ腰が引けてるみたいなところっていうのは。 いいやじーっとと見てると思いますよ、うん、でえ昨日議会最終日ぎりぎりになってね、うん、このままでいったら俺たちも悪者になるからって、え12時近くになって不信任案出すっていうのは、これをまたですね、ねかいかがなものかっていうね。いや、でも本当あの、これから地方自治はどうあるべきかって、その議員の数も含めてだし、はい、一方で、須田さん議会、地方議会は議会で、なり手の方も少ないとかっていう話もあったりするじゃないですか、うん、もっと仮想のところに行くとね。えー、いや本当なんだろう地方自治 どううあるるべきかってて話話なりますよねねこい聞とだからこれまでね日本のほとんど地方自治体っていうとあんまりそういう地方自治に対して有権者の興味関心出なかったんですます投票率がどんどん下がってきてそういった中で大阪って非常に特別な存在だったんじゃないかなとこれだけ自治に興味関心の持ってる市民雰囲んっていないですよ。特に今回都構想の時には実際どうあるべきかっていの考えましたもんね大阪の皆さんはね。 わかりました。えー、では須田さん引き続きまたまた来週もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。